シノン原子力発電所は、フランス共和国安イコール、A、イコールロワール県アボワヌの東に所在する原子力発電所。施設はロワール川の南岸にあり、トゥールから西へ 40km、アンジュから東へ 60km に位置している。シノン原子力発電所は1963年にフランス初の商業運転を始めた。 原子力発電所で合計三機のマグノックス炉が建設された。この第一世代原子炉は旧式化に伴いそれぞれ1973年、1985年、1990年に運転終了している。1984年にはより新しくなった加圧水型原子炉が商業運転を開始し合計四機が稼働している。これらに必要な冷却水は ロワール川から取水している。また、閉鎖された A-1 号機は1986年に原子力博物館として活用されている。シノン原子力発電所の特徴には低い冷却塔がある。これは28メートルの高さ制限で規制されているためで、例えば死亡原子力発電所の冷却塔は178メートルに達している。この制約については、 景観上の理由によって定められた。実際に、シノン原子力発電所の近くには、ロワール渓谷の古城群があり、景観の維持をする必要がある。しかし、効率的な冷却を保つために冷却ンを常時、作動させねばならず、同原発で生産された全電力の約10%を消費している。シノン原子力発電所には、 1> 約1200人が働いており、2006年から2007年にかけて従業員3人が相次いで自殺しており、フランスの報道機関による注意の対象となっていた。1986年から1987年冬にかけてロワール川の水温が低下し、特に B-3 号機は取水口が凍結し、いくつかの施設及びシステムに障害が発生した。 2003年10月、原子力安全局報告書で、原子炉冷却に必要なバックアップ機能は、地震の際に有効には機能しない可能性があるとした。2006年11月5日午前に発生した、マグニチュード4の地震は、シノン原子力発電所のほぼ直下が震源であった。2005年12月21日、第3次冷却回路内に蓄積される砂が冷却を、阻害する。 これによって全原子炉の冷却が停止する可能性があった。2008年9月4日、メンテナンス作業中に誤ってある程度の工業油が流出したが、これは放射線汚染されていなかった。2009年4月30日、爆弾予告により国家憲兵隊治安介入部隊、続いて陸軍部隊と専門家が出動し、プラントから職員198人が避難するが、 爆発物は発見されなかった。敷地内には原子力事象に対応できる洋放射線防護機構を備え遠隔操作が可能なロボットを運用する自己ロボット介入軍の本部が置かれている。核原子炉の特性は以下の通り。ありがとうございます。